は毎日うまくいかない日の夜に思う。明日がある。でも次の日もうまくいくことはない。
悪いけどこれ乗ってくれる。あいさささす。あいさ。悪いね。いい。じゃあ上がってってよ。あ、いえいえ、僕あのこれから仕事なので気にしないでください佐藤です。ああ。あの、これって？まあ、気持ちだから受け取ってよ。いやいや、こんな受け取れないです。迷惑だったら悪かったね。溜め込んでてもね。結構酔ってましたよね。ちょっとね。健康診断の結果が出てね。え？肺がんの疑いありだって。精密検査が必要らしいけど、まあ確実にダメだね。俺はもう一年も生きられないのかと思ったら、なんだかね、俺の人生もこれで終わりかと思ったら思いっきり飲んじゃって。そしたらね、なんだか急に人の役に立ちたいと思ったんだよね。俺は家族もいないし、だから迷惑じゃなかったら佐藤さん、その金あんた自由に使ってもらって。坂井さん、実は
この診断書僕が書いたんです。はい、死ぬんだと思って、どんだけ落ち込んだと思ってんだよ。責任取ってもらおうか。開けてみろ。布袋寅泰になりたかったんだって。え？布袋？最高のギタリストだ。どうせいつかは死ぬんだったら、死ぬまでに何やりたいかって真剣に考えたんだ。で、で、路上ライブをやることにした。一週間後。は？あ、お前さ、悪いと思ってんだったら手伝ってよ。知らないよな。いや、知ってますよ。ボーイでしょ。俺は布袋より氷室の方が今でも。だったら話早いじゃない。佐藤さん、あんたボーカルで俺ギター、決まり。え、いや、なんか話飛躍してません？いつ死ぬか分かんないんだから、後悔なんかしたってしょうがないじゃない。今やれることは今やんなきゃ。わかりました。じゃあこっちも条件が一つ。条件？はい。酒井さん、タバコやめてください。僕、タバコの匂いだけで喉やられるんです。ボーカルの声が出なかったら酒井さんも困るでしょ。わかった、やめる、やめるよ。もうこうなったら酒でもタバコでも何でもやめるからな。それ最高っすね。今寿命20年ぐらい伸びましたよ。はっはー、20年か。何だってできんな。これ左に、あ、なんか聞こえる。はい。あ、わが家に来てきた。あ、いいっす、いいっすね。
昨日より1都3県に適用されたまん延防止等重点措置により、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を